場でのエギング、ポイントの解説。今回はこのような地形です。磯の周りには本田原が生い茂っています。着いてから潮の様子を見て回ったところ、赤色の部分はどんよりとしていて回遊を狙うには適していないと判断しました。潮の向きは左から右へと少し払い出し気味に動いていますが、ダラダラした感じです。今回の狙い目は藻場に刺してくるであろうイカを狙います。狙うポイントは赤丸のポイントです。ちょっといまいちね、回遊を待てるポイントが見つからないんですよね。なんでまあ唯一狙えそうなのはここかなと思って、ここ狙っていきます。難しいな。しっかり落としてから行きます。ありがとう。回遊に会える気がせず立ち位置を変えました。全然立ち位置が決まらん。手返しの良い山下エギ王の TR を使い、潮の変化点を探しています。少しでも変化点があればそこを重点的に狙っていきます。潮の重みが少し変わっているところを発見したので、そこを狙っていきます。エギはアオラに変えてそこまで落としてから釣っていきます。
凍結されてない娘、うん、ありがとうございます。ちょっと今ね、ずっとまあ来てから1時間ぐらい経ってるんですけど、ちょっとつかみどころがなくてね、苦戦してます。今エギをシャローンに変えて上のレンジで探っていってます。元もの間をリーディングで泳がせて探っていきます。エギが見えないもに少し絡んでしまいました。もの間を通り抜けたらフリーで落とします。水平で移動していたエギをスッとフォールさせるとことで反応することがあります。キロは超えてるけどな、余裕で1キロはね超えてます。分かりにくいんですけどね、全然余裕で1キロは超えてるんですが、リリースします。今ですね7時36分です。まあ今ここまででちょっと撮影の方をやめたいと思います。まあ1時間ぐらいの撮影だったんですけど、ちょっとね苦戦してるんで、ちょっと乱眼してちょっと潮がねよれてるとか潮の変化があるところをちょっと探していきたいと思います。なんでね撮影はここまでさせてください。ご視聴ありがとうございました。19セルテート続編。テーテーさん、はい、この間作っていただいたセルテートなんですけれど、セルテート、はい、はい、糸を巻くところの金色と銀色があるじゃないですか、うんうんうん、そこを色が合わないなと思いまして、金なら金、銀なら銀で合わせてほしいなと思いました。なるほど、このスプールとこのボディがね色が合ってないと、はい、変えてほしいと、はい、そんなね、わがまま言う人いないよ。いいじゃん、別にね。かっこいいよ、これ。気に食わない。はい。かっこ悪い。はい。巻き心地は？いいです。見た目は？微妙です。なるほど。わかった。